ここからは、はい。島崎さんのマイク、はい、逆方向にしてます。あ、すいません。島崎さん、マイク、ちょっと逆でもいいですか。あ、すいません。こっち向くからね。はい。はい。すいません。はい。ということで、ここからは、特集で、本日は浦和レッズ特集、はい、2015年の浦和レッズを占うということで、浦和レッズマガジンの編集長、島崎さんに、今年の浦和レッズについてお話を伺いたいと思いますが、はい、まず先にちょっと、今月号、はい、レッズマガジン、はい、見どころ、僕、さすが島崎さんと思ったんですけど、この写真、やっぱもう。いやーね、これは、はい、ACL のブリスベンロア戦の、はい、まあ、ちょっといろいろな問題があったと思うんですけど、はい、やはり、サポーターのね、うん、その思いが少し出てしまって、うんたんですね、うん、試合後にね、うん、そこで阿部勇樹とそのサポーターでちょっと、はい意見の、うん言い合いみたいになったんですけど、はい、そのワンシーンですね。これ具体的にサポーターと阿部勇樹どういう話をしたっていうのはなんかぜひこの本を買って読んでいただけると、はい、なるほど関東が関東にそれが阿部勇樹の、はいまあその一件に関すること、うん、なぜ阿部がねちょっと普段すごく寡黙で、はい、あまり感情をあらわにしない選手なんですけど、うんうん、なぜじゃあそういう思いを殺したのか、はい、その理由が書かれてますので、うんうん、できれば読んでいただきたい。はい、確かりました、はい。これすごいのが、今日すり上がりが来てるんですけども、はい、もうちゃんと湘南の結果が入ってるんですね。載せました。はい、7日の試合。これめちゃめちゃ大変だったんじゃないですか。いや大変ですけども、はい、まあね、今やウェブなどはね、うん、試合終わった直後に載るわけでしょ。確かに、はい。雑誌が遅すぎるってことなんですよね。なるほど。非常にだからそこも雑誌としてのあり方、うん、も考えつつ今作成してますね、うんうんうん、やっぱり求められているものがもはやウェブと雑誌では違うと認識してますから、うんうん、ただ単に速報をまあのけるだけでは、うんうんうん、まあね、うん、その価値観がないでしょうし、はい、なるほど非常に悩みながらでもやはり雑誌のね、うん、その未来やその可能性も信じてますので、はい、そういう思いでこの雑誌を作ってますね、はい、はい、本当島内さん僕作る雑誌すごい好きなのが非常にプレイ写真を重視して選ばれてるなっていう、ね、はい、いうふうに思ってまして、作りがちゃんとこう、はい、なんていうんですかね、ついついメディアがやりがちなのが、ゴール決めた後の喜んでる写真ばっかり使いがちなんですけども、でもファンって結構こういうね、実はプレイの写真が見たいっていうのをすごいあるんですよね。で、世の中にないんですよ、実は少なくて。はい、それをすごいやっぱレッズマガジンでは見れるんですごくいいなと思ってるんですけど、ね、まあその一つの理由として、うん、やはりそのプレーしている選手っていうのが一番素の部分が出てきて、はいはい、まあ特に終わった後とかね、うん、ちょっと素になった、はい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 、顔とかでそれもそれもっていいんですけど、うんうん、使い分けみたいなのは大事かもしれないですね、うん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 、でもう一つそのゴールシーンあまり多用しないのは、はい、まあ一つ理由があって、はい、ゴールすると、だいたい牧野と村木入っちゃうんだよね。誰がゴールしても、寄ってきちゃうから。機械の速さで寄ってきちゃうんで、必ず牧野と村木いるじゃんみたいな、まあそういう意味で、本人たちにもね、文句言ったことあるんですよ。はい、邪魔だからちょっと離れてくれって。そういうのもあります。はい、毎回絵が同じになっちゃうみたいな。毎回も牧野と村木いるみたいなね。そういう感じですね。なるほど。それそういうレッズにはそういう問題があるんですよ。問題があるんですよね。まあだからまあ表紙になってますけど。はいはいはい。この時は一人なんですけどね。はい。これなんでかわかります？自分で決めたんですか？自分で決めた時はみんな寄ってこないんですよ、これ。はい、ね、寂しいね。そうなんですね。うん、森脇選手ゴール決めてもあんまり寄ってこないんですか？寄ってこない、寄ってこない。はい。そうなんですね。うん、一回ね、はい、森脇言ってましたけど、はい、喜んで、はい、味方のポタネゴール裏に走っていて、はい、当然仲間もね、はい、来ると思って、はい、考えつつ、はい、わーってやって振り向いたら誰もいなくて逆にびっくりしたんですよ。うん、もうなんか、森脇選手ってそういうネタにもう完全にされてますよね。ネタです、ネタです。はい。ゴール決めても、こうブーイングされるみたいな、そんな選手僕、森脇選手以外に見たことないですけど。まあまあまあ、森脇くんのね、そのいわゆる良いキャラクターがね、はい、まあいろんな方向に波及しているということの一例じゃないですかね。はい、あれなんで森脇選手ゴール決めてブーイングされるようになったんですか？なんで、いや、最初ね、誕生日、はい、を祝ってもらおうとして、はい、自ら歩み寄って言ったらブーイングされたんですよ、確かね。あ、そうなんですか。誕生日ソング歌ってね、みたいな感じで、ニコニコして言ったらブーイングされたんだけど、はい、最終的に歌ってくれたんですよ。まあだから、尊敬なんですね、浦和レッズサポーターっていうのは。確かに確かに。はい、そうですね。うん、
なんていうんですか、そういうふうにこう要求する人に対してそう簡単にそう応援しないみたいなのはなんかありますよね。そうみたいですね。はい、で逆に下向きに結構頑張ってる選手に関してはすごい応援するみたいな。そうですね。まあ、もちろん村井選手はひたむきに頑張ってる。まあ、そうなんですけど、はいはい、なんか梅崎選手とかはこう逆にすごい押してあげるみたいなの で、ね、サポーターなんかそういうあれがありますよね。はい、まあまあまあ、でも、森脇選手も牧野選手も頑張ってるんですが、うん、ラリッツマガジンのゴール、シーン、ゴール直後、チョイスできない理由はそういうのもあるということ、うん、なるほど。はい。ということで、今年の、まあ、その、レッツ、ちょっと、展望したいというところなんですが、はい、正直、公式戦3連敗で始まってどうなるのかな、と思いきや開幕戦では、はい、うん、まあ、ちょっと勢いのあった湘南を完全にやり込めたという形で、なんか希望がいきなり見えてきたなっていう感じがするんですが、うん、現状について島崎さんどう分析されてますか。まずその3連敗してしまった要因というのはいろいろあって、はい、その全てを総合してはちょっと判断できないというか、はい、うん、その最初の初戦のアウェーの韓国のスワン、はいはい、サムソン戦だったんですけど、はい、うん、前半から後半中までの出来が非常に良くって、はい、去年の良い時の、はい、浦和のやり方が見えてたので、うん、はい、僕としては非常にポジティブに思っていたんですけど、はい、そうなんですね、はい、ただ、後半、はい、そのもう終了間際の3分前ぐらいに逆転ゴール決められて、はい、敗信してしまったことで、うん、で去年 の、 その終盤戦の悪い流れをまたちょっと、思い起こ、まあ、チーム自体が思い起こしてしまったというか。なるほど。で、ゼロックスのガンバ戦は、相手が、まあ、思いがけず、はい、まあ、というか、非常に守備的に来てね、うん、そこで攻めあぐねた。まあ、これは去年からの課題なんですけども、うん、それに対してどうやって攻略していくか、はい、興梠慎三がいた時は、攻略の手段が多々あったんですけども、はい、興梠慎三が腓骨骨折で、はい、離脱してから苦しんだんですけど、はい、その、まあ、ケースがそのまま出てしまって、なおかつ相手のツートップパトリックと宇佐美に点を取られてしまったことで、はい、より自信を失ってしまったんだと思うんですね、うんうんうん、それがブリスベン戦もっとも内容悪かったと評価しているんですけど、はい、に反映されてしまったんじゃないかと。なるほど。ただそれによって先ほど言ったようにサポーターからやはり叱咤激励と、はい、それからまあちょっとね厳しい、はい、意見がスタジアム上で飛び交ったことで、うんうん、まあ、選手監督選手たちが、はい、まあぬくぬくとね、うん、これまで通りやれることやればいいなんて思っちゃっていてはダメだという危機感を持った可能性ありますね。なるほど、はい、じゃあ一応にその3連敗ってあったんですけども、それぞれこうなんていうんですかね、問題点がちょっと違ったという違ったと思います、うん、ですから3連敗が必然とはなるほど評価できない。特に初戦のそのスウォン戦に勝利していればまた違った流れになったんじゃないかなと思います。ただこのチームペトロビッチ監督が2012年に就任してから4年目なんですけど、はいはいはい、同じような問題課題を抱えていて、うん、先ほどねその長身取り世代なんて言いましたけど、はい、そういう選手が中心なんですね、うん、今ね。で良い時は非常に良いんですよ、はい、去年も連勝したりして、うん、ただ悪い時急に、はい、その良さを消してしまうような、うん、まあ、ちょっと非常に波のあるチームなので、うん、まさにそれが最初から出てしまってる、うん、なるほど、うん、感じがします。じゃあその波があるっていうところの去年の課題を今年もちょっとなんか克服今のところできてないんじゃないかなという、うん、その非常に厳しい言い方になりますけど、はい、克服はできないというか、それがチームカラーですから、はい、いかにその良い時のイメージ、うん、状況を作り上げてそのまま突っ走るかしかないと、ね、なるほど、はい、その悪い時でも悪いながらに勝つみたいな。去年のガンバとか今年もまあゼロックスもそんな感じかなというふうに思ったんですけど、まあ、そういうチームがやっぱりチャンピオンになるのかなというふうに思ったんですけど、はい、ちょっと悪い時にそのまま悪い結果になりがちな、うん、ただ一つだけその去年との違いが現れてるんですけど、はい、今年ペトロビッチ監督がかなり相手のサッカーを研究した上で、はいはい、それに合わせたやり方をしてるんです、ね、うん、はい、例えばゼロックスでは、はい、後方のですね、ビルドアップのやり方を変えたんですよ。はい、それまでは、リベロが一人いて、うん、ダブルパンチの一人が
降りてきて、はい、で2人が最後尾にいて、はい、ストッパーの牧野智明はサイドに開くと、はい、まあ、いわゆる疑似フォーバックみたいな形に、はい、可変するシステムで回したんですけど、はい、ガンバ大阪戦ではダブルボランチの阿部と鈴木は両方とも降りてこずに、はい、あ、ごめんなさい、鈴木じゃないな、柏木だったかな、はいはいはい、柏木と阿部は降りてこずに、はいはい、リベロとストッパーの3人、はい、まあ、いわゆる通常の3バックで回したんですよ。いろいろ対策を取ってそうしたっていうふうに、はい、あの監督も言ってます。なるほど。それからブリスベン戦の時は、はい、おそらく浦和に監督が就任してから初めてツートップを採用したんですよね、はい、ズラタンとコオロッキのツートップにしました。それから今回の湘南戦は相手が非常にカウンターが鋭いので、うんうん、はい、中盤を最初省略して相手のバックラインの裏にロングボールを蹴る戦法を前半はもう貫きましたから、はいはい、あのようなちょっとあの相手に合わせるやり方ってなかなかなくて、はい、変わってるなってイメージが。なるほど。その池田さんがおっしゃった、はい、ちょっと悪い時でもね、うん、勝ちを拾っていこうっていう、はいはい、手法としても感じられましたし、うん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 、その点は変わったと思うんですけど、うん、問題はその湘南戦以外勝利を得られなかったので、はいはい、そこでまたチームとして悩みを深めてしまったらちょっとまずいなと思いますけど、ね、なるほど、はい、はい、で、まあ、とはいえ湘南戦の勝利は非常に、まあ、サポーターもかなり希望を持って、はい、こんなに強かったんだ、やっぱレッツはっていうふうにちょっと思えたんじゃないかなっていうふうに。まだその、取材しきれてないですけど、うん、僕が個人的に感じたのは、はい、まず前半の湘南のサッカーに、かなり衝撃を受けたと思うんですよね。はい、あれだけ速くて運動量があって、走り切る、うん。まあね、その、大槻選手が、はい、フィニッシュして、牧野が防いだシーンなんかは、はいはい、一気に6人がね、うん、裏ゴール前に入り込んだじゃないですか。ああいう坂でなかなか見たことないでしょうし。はい、で、そこで、おそらく、まあ、もっと言えば、うん、湘南と裏のサッカー、やはりちょっとただ違うところありますけども、はい、システムが同じで、うん、保守としては似てるんですよね。はい、そこでね、ちょっとやっぱり自らの良さ、はい、今度はやるべきことを思い出したというか、うん、湘南のリズムに、うん、まあ、感化されて、はい、もう本来持ってるポテンシャルを発揮できたのが後半かなっていう、うん、そういうイメージありますね。パスワークとかも非常に速くなったし、そうですね。ワンタッチ、それから仕掛けもね、はい、1対1をかなり、躊躇するような面もあったんですけど、うんうん、それがなくなったりして、うん、はい。なんか、一方でちょっと湘南視点に立つと、湘南はやたら足が止まるのが早かったなっていうので、あの辺はこう J1 のやっぱプレッシャー、うんうん、相手が強くなることによってちょっとこう、体力がこう、やっぱり持たなくなるっていうことだったんですかね。おそらくスタミナはね、かなり、はい、訓練してきてね、そのキャンプでも強化したでしょうから、うん、備わっていたと思うんですね。うん、で、次の試合以降、はい、湘南のやり方で、うん、90分続かないと僕は思わないんですけど、はい、ただ一つだけ言えるのは、湘南から見ると、うん、去年、はい、ウェリントンという、はい、ワントップがいて、はい、彼は20得点取ったんですけど、うん、得点だけじゃなくて、うん、彼は前線起点として素晴らしい働きをしたんですよね。はい、そこの収まりが悪くなったことで、うん、特に後半、はい、押し込まれた時に一旦前に収めてもらって、うんうん、チーム全体を押し上げる暇がなかったんですよ、うん、はい、そこで浦和に攻勢を受けたので、そうですね、一方的でしたもんね、はい、スタミナプラス、うん、その攻勢を食らってしまったことで、うんうん、手立てがなくなったのかもしれません。なるほど、はい、そうか、そういう問題点も湘南はあったんですね。でも前半のうちにね、はい、3点ぐらい取るチャンスがあって、うん、そうですね、もし取っていれば、もしスタミナ切れてもね、うん、逃げ切った可能性がある、ね、はい、なるほど、はい、だ非常に個人的には湘南サッカー素晴らしいと思いますし、うんうんうん、結果残していただきたいなっていうのは、なるほど、なんですかね、ワクワクするサッカーです。はい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 。ただ、浦和としてはね、うん、まあ、特に J1-2 からね、はい、優勝して上がってくるチームに負けると、うん、ダメージも大きいですから、うんうんうん、かなり気合が入っていったと思います。はい。山田直樹選手、試合後取材されたりしましたか？実は、湘南って分かれてるんですよね。はい、湘南側と浦和側で。で、そうなんですね。はい。はい、出口が違って、はい、ただ浦和を見てから、はい、行ったんですけど、もうちょっといなくなってて、はい、あ、そうですか。僕の部下が、はい、聞きましたけど。なるほど。はい。そうですか。なんか、それ、また聞きでも話ってなんかありましたか？まあ、やはり、その、浦和の場合は、その、個人の能力が高い選手が多くて、はいはい、最初からやり方でね、うん、で、まあ、もっと言えば、後半の、はい、形というのは想定はできていたけども、はい、やはりもうちょっと湘南らしさを出したかったとは言ってましたね。うん、本人自身ね、やっぱり途中から、うん、後半の途中から交代して入ってきて、うん、まあ、難しい状況の中だったんでしょうけど、うん、前半のようなね、サッカーをなかなか
山田直樹を含めた、うんうんうん、あの湘南ができなかった、うんうんうん、そういう悔しさみたいな感じましたけど、ね、なるほど、はい、あの今コメントで来てるのは出場を許可してたのが驚いたって来てるんですけども、あこれ結構ねあの、はい、出てると思いますけど、はい、本来レンタル移籍の場合、うん、そのレンタル元との対戦を避けるために、はいうんうんまあ、出場してはいけない権利みたいになるんでしょうけど、はい、これは山田直樹が志願して、はいはい、あの浦和と対戦させてうん、あの契約にしてくれという。なるほど。坪井圭介も一緒ですけどね。はい。はい、もう、山田さん自らということですね。そうですね。まあ、坪井くんも2人とも、2人とも自ら。あ、でも坪井くんはレンタルじゃないから、ね、そうですね。そうですね。はい。はい、そうなんですね。山田直樹選手を自ら志願したということですね。いろいろな思いがあるんじゃないですか。だから、うん、その、かなりね、浦和でなかなか結果を残せずに、うんで本人は浦和でやりきりたかったでしょうけど、うん、やっぱり一度離れて、はい湘南に行った、うん、でやっぱり湘南にやはり力を尽くすためにね、うん、あえて浦和と勝負する思いが出たと思います、うん、なるほど、はい、どうですかあの湘南に行ってあの活躍できそうな感じは見受けられましたか。やはりまずはそのチームに順応しなきゃいけないですよね、うん、その張基治さんのサッカーをしっかりと理解して、はい、で今、この前ねスタメンに出た選手、はい、もう素晴らしい選手たちばかりなので、うん、彼らからレギュラー取るのは並大抵のことじゃないと思うので、ねうん、なるほど。それから一番はやはり湘南のサポーターの方にしっかりと実力を認められなきゃいけない、うん、あのその上で今度は自分の個性を出していかなきゃいけないから、うんうん、まずはその自分が自分がじゃなくてなるほど、うん、チームのためにどれだけ働けるか逆算して考えた方がいいと思います、うん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 、あ確かにそうですね、はい、ただそのいろいろな都合があったと思うんですけど、はい、試合感が全く今、はい、試合出場から遠ざかっていたので、うん、いきなりってわけにいかないですから、うん、できればねあの何試合か途中交代でもいいので、うん、継続して出て、うん、あのいい働きしてほしいなって個人的に思います、はいはいはい、ということでこの後、レッツ次の試合ホーム開幕戦なんですが、はい、相手はどこでしたっけ。モンテディオ山形ですね。モンテディオ山形またちょっと嫌、うん、ですね。でも山の神みたいな山の神、はい、また古巣の、はい、いつから神になっちゃったのかなんかね普通にご飯行って焼き鳥食ってたのになという感覚ですけど、はい、はい。まあでも本当に、山形にとっては救世主というかもう後ろの方からまあベテランとしてチーム自体を全体締めてるという、まあ、あの、働きぶりなんですが。もともと、山口紀弘って選手は、はい、あの、ベテランになる前、若い頃からも、非常にリーダーシップがあって、はい、そのみんなをまとめる力あったと思います。はい、あの、非常に真面目で、うん、真摯で、はい、で、特に試合中、はい、もう本当に、こう、情熱を、うん、あの、放散するような、熱い男だったので、はい、それが山形の状況と非常にマッチしていたんだと思います。はい、チームを引っ張るような、はい立場として、うん、かなりチームに貢献できたでしょうから、はい、本人もすごく自信だっただろうし、うんうんうん、山形自身もね、うん、山岸の能力をしっかりと評価してくれて、うんうんうん、正式契約今年交わしましたし、はい、僕は非常にいい席だったと、思います、はい、なるほど。対戦相手としては山形は浦和にとってどうですか。石崎監督で、はい、石崎監督自身、さまざまなチームで浦和と対戦してきてますから、はい、それからペトロビッシュ監督の広島とももちろん対戦してるはずなので、うんうん、当然もう分かってる、浦和のこと分かった中で対策立ててくると思います。簡単に勝てる相手じゃないですか、ね、なるほど、はい。ここで勝てると連勝という感じで、ちょっとチームの雰囲気も良くなるのかなという気がしますが、はい。そう思いますね。それから、うん、土曜日の山形戦が終わった後に、はい、中2日で火曜日に、アウェーで、ACL の北京国際戦があるので、はいはい、それに向けても、うん、特に ACL の場合は2連敗してしまったので、はい、もう、北京国際戦はアウェーといえども勝利しないと、うん、おそらく決勝トーナメント進出の可能性がかなり低くなってしまうので、うん、そのためにも、やはり今季かなり戦勝機をしたんですけど、はい、それはリーグ、ACL、はい、両方のタイトルを求めるっていうことで、うん、観光した補強なので、うん、いきなりそれがね、うん、見失ってしまうと、はい、非常にもっと言えば、そうですよね。まあこれもね、はい、ペトロビッチ監督ってチームを固定化する傾向のある、はい、監督って言われてきて、うん、もし ACL を早々にね、諦めることになると、はい、より固定化の傾向が進んでしまうと。なるほど。そうなると、特に2列目の選手をいっぱい取ったので、うん、もしかしたら何人かの選手が試合出場できないっていう厳しい局面に立たされると、うん、チームコーディネート的にもちょっと難しくなるんですから、ここはちょっと。不満を溜める選手が増えてきてると。不満は溜めるというか、まあ表には出さないまでも、うん、それは確実に伝わりますから、うん、なんとか ACL リーグ、なんと2つ追い求められる状況を、うん、今の段階はやっぱり築き上げなきゃいけないと。なるほど。コメントでも今勝ち続けないとなってきてるんですけど、勝ち続けないと、
そのなんていうんですかね、こうちょっと負のサイクルに入ってしまいそうな、あの特に、はい、まあ、これもね、ピトルビカッチ監督、これ言うと怒るんですけど、はいはい、あの結果が求められるシーズンになってるんですよ、今年、はい、3年間で1個もタイトルないんですよね、はい、うん、これ普通クビですよね、そうですね、はい、ただ、ピトルビカッチ監督がこれまで構築してきた手法というのは非常に評価されていますし、うん、特に2011年に浦和レッズはあの降格の危機に陥って、はい、なんですよ、はい、その、翌年にピトルビッチ監督が就任して、うん、ここまでチームを立て直して、はい、それからあの状況もね、うん、優勝を狙えるチームにしたじゃないですか、うん、非常にそれについては評価してるんですが、はい、去年特にね、リーグでずっと首位に立ちながら、うん、終盤戦で失速して2位に落ちたと、はい、で失速したのは去年だけじゃなくて一昨年も、はい、まあ、もっと言えば3年前もそうだったわけなので、はい、今年はもうリーグ優勝 しなければならないっていうプレッシャーの中でやってるんです、はい、それがちょっとした、まあ、うん、実力発揮できない、はい、うん、要素になる可能性もあるんですけど、うんうんうん、ここを乗り切らないといつまでたっても優勝できないんで、うん、サポーターが優勝を求める、はい、あのそれをチームに要求する当たり前のことなんで、うんうんうん、それを勝ち切らないと、うん、どのクラブだってね、はい、裏に限らずですよ、はい、あ、それは優勝できないので、うんうんうん、ダルビッシュ監督は、まあ、文句言ってますけど、うんうん、ここはやっぱ言うべき時は言う、まあ、それはでもサポーターに関してはね、僕らメディアは違う立場ですけど、うんうん、サポーターに関してはやっぱり愛あるね、うん、あのしっかりと提言、うん、ウイングも愛あるものだと僕は思ってますから、はいはい、仕方ないと思いますがね、今の状況、うん、何かを言うことっていうのは、うん、はい、何も言わない方がおかしい。なるほど、うん、はい、はい、どうですか、あの島崎さんから見て優勝できますか今年は。なパーセンテージ的なところでいくと、あの去年のような、はい、そのワンステージ制だったらいきなり厳しかったと思うんですよ、はい、スタートダッシュできなきゃやっぱりそれはね、うんうん、去年ガンバ大阪は違いましたけど、はい、それでもやっぱり厳しかった。ただ、うん、今年は2ステージ制に分かれてるんで、うん、例えばファーストステージ ACL との併用で非常に、うん、はい、スケジュール的に過密なので、うん、取れないとしても、うん、セカンドステージ立て直すことは十分可能で、ましてやプレーオフね、はい、そのチャンピオンシップ勝ち切ることができれば、はい、いわゆるその優勝という称号を得られるわけですよね、うんうん、だから可能性としては去年よりはあるんじゃないかなと普通に思ってます。なるほど、はい、去年よりもあると。ただファーストステージは難しいかも、だから、うん、はい、なるほど、だからそう本命としてはセカンドステージなんじゃないかと、そこで狙うのが適切かなと思いますよね。優勝を狙うにあたってポジティブな点と、ネガティブな点なんか一個ずつ今。ポジティブな点は、はい、やはり選手補強したこと、うん、特に前目の選手、はい、去年終盤戦でコールキーなくなっただけでガクンと攻撃力落ちたんですよね、はい、でリータ隣、梅崎司、柏木陽介あたりが頑張ったんですけど、うん、限界があったんですよね、はい、ただ今年は石原直樹、ずらたん、高木俊幸、それから武藤勇樹、はい、前線の選手がいっぱい入ってきて、うん、はい、いずれもキャンプではね素晴らしい働きしてるんですよ、うん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 、で間違いなく計算になると思うんで、うん、バリエーションがつくと思う、はい、で何より先ほどねウェリントンの例も言いましたけど、はい、前線で起点役になれる、うん、ゴールはもちろんなんですけど、うん、前線で収まる選手ってのは必要なんですよ、はい、で興梠だけだったものが、うんうん、ズラタン、それからもう一人石原ね、はい、この3、あの3人であれば、うん、十分収まると僕は思ってるんで、そしたら劇的に変わる可能性はある。じゃあ戦力的にポジティブだと、と思います、いうことですね、はい、じゃあネガティブなところを挙げて監督になってるんですか、ね、今の話の流れですけど、最もプレッシャーを感じてるのは選手じゃなくて監督なんですよ、はい、でかなり試合中も声を出すし、うん、はい、あと会見でもね、ちょっとなんかニュースになりましたけど、はい、湘南戦の後に、うん、わざわざ湘南さんのことなんか揶揄したりね、はい、あんなこと言う監督さんじゃないし、本来違うと思いますし、はい、本心じゃないとしても、うん、表に出てしまっている、ちょっとじゃあ焦り、プレッシャーは、うん、その優勝へのプレッシャーで、なんでそんな優勝へのプレッシャー与えるんだよ、はい、メディアにはもちろん言いますけど、はい、おそらくサポーターにも、はい、言うし、クラブスタッフにも言ってるはず、はい、でサポーターにも言ってる、つまりブーイングしないでくれって言ってるわけだから、はいはい、そういうのでね、プレッシャーをもうね、一番感じてるのは監督さんだと思う。うん、なるほど。もうちょっと冷静になってほしい。あ、本来のミシャさん。そこがちょっと不安なポイントだよね。本来の愛すべき、はい、しっかりとした思いで、うん、信念を持ったミシャさんであれば、はいはい、十分、タイトル狙えるはずなんで、本当4年間ね、3年、今年4年目ですけど、はい、取材してきて思うのは、今までのミシャさんに戻ってもらって、はいはい、プレッシャーをね感じつつも、うんうんうん、それはやはり内に秘めて、うん、チームに還元してほしいんだと。なるほど、はい、そんなことね、僕が言ってるって聞いたらまた怒るよきっと。島崎うるせえっつって、うん、でもそれね、はい、そのぐらい、うん、なるほど、はい、じゃあ最後に、島崎先生にもし質問あるっていう方いたらコメントいくつか、拾ってそれで、特集を締めたいと思いますが、
ちょっとじゃあその前の、はい、これちょっと僕からは言いづらいんですが、うん、表現的になんで浦和は 1.5 流の選手ばっかりを取ってくるんですかっていうコメントをしてるんですけど、うん、まあ 1.5 流かどうかは置いといて移籍金を払わないで取ってきてるっていうやり方が増えてる感じがするんですが、うん、まあ 1.5 でズキンってくるけども、はい、そこは言わずに、はい、まあその池田君の言う通り、はい、まず移籍金が発生しないケースが多々、はい、今あるんだよね、はい、まあおそらくクラブとしてはなるべく金額を発生させずに、はい、それでもとりあえずチームの主力を張れる選手をっていう意味で、うん、セレクションしてんだと思いますね、はい、なんとも言えないね。それも確かにおっしゃる通りで、うん、僕もねやっぱりちょっとはお金を払って、うん、まあ、しかもね、まあ、はい、なんていうんですか、日本代表クラス、はい、まあ、もしくは入っていないながらも若手のね、うん、これから長くチームを支えてくれる選手を取るべきだと、まあ、ただそういうアクションも起こしてるんですよ。例えば、はい、遠藤航、はい、あの湘南のね、うん、それから高橋、秀人、はい、FC 東京の高橋秀人選手も、はい、実際にオファー出しましたね。うん、なるほど。でもう一つはレオシルバ選手は、はい、オファー出す前にお金が高すぎて辞めました、ね。はい、なるほど。獲得する意思はあったようです、ね。はい、うん。なるほど。はい。あともう一つ、来てるのは外国人選手取らないんですかって来てますが。それもね、はい、取ってほしいですよ。うん。まあこれない、まあ言わない方がいいのか。ささわりだけでもどうする。取るルートはないんじゃないかな。ああ、なるほど。じゃそこまでにしておきましょう。そうなんですが。はい。ということで、じゃあ最後にアンケートで締めましょう。今シーズン、浦和はじゃあタイトルを取れると思う。思わないでアンケートをして締めましょうか。はい。今シーズン浦和は、タイトルを、取れると思う、取れないと思う。で、アンケートをしたいと思います。はい。タイトルってどのレベル？何でもいいですかね。ステージ優勝も OK にしましょうか。リーグにしたら、はい、リーグだけにします、うん、リーグで。じゃあ、リーグタイトルだけでいきますか。わかりました。じゃあ、リーグタイトルにしましょう。タイトルってつまりチャンピオンシップで優勝する、ね。そうですね。チャンピオンシップで優勝できるかどうかということで。はい、じゃあ、聞き方は、浦和レッズチャンピオンシップで優勝できるという聞き方でお願いします。はい。はい。あと、この後ですね、ちょっと、毎週木曜日はね、今ちょっと、舞台袖に怪しい男がいますが、うん、変なのいますね。はい。ちょっとオンデマンドショッピングをやっておりまして、そちらも、はい。篠原さん、ちょっとお付き合いいただいて。はい。付き合わなきゃならない。はい。すいません。お願いします。なんか、マーフィーとは以前、同じ編集部で一緒に仕事してた。だって元浦和レッズマガジン編集部だから、はい。あ、そうですね。はい。そういう。なんか本人、すっかりそれを消し去ってる、はい。実はそういう過去の経歴もあったりということで。はい、アンケートいけますか？もうちょいかかる。あ、はい、出ました。はい、今シーズン浦和レッズはチャンピオンシップで、優勝できるということで、はい、できる、できないで、島崎さんもちろん、もうできるをこの場合押しますよね。いや、ステージ優勝はできるけど。マジっすか。だって、こんだけ勝負弱いチームがよ。あ、はい、そんなタイトルかかったら一戦に勝てる。島崎さんそんなこと言っちゃダメだよ。そうか、やっぱ、うん、いや、島崎さんやっぱ本当ジャーナリストとして本当に尊敬します。いや、ちゃんと本音で勝負してるなと思いまして。いや、素晴らしいです。はい、はい、皆さんも、はい。はい、じゃあ皆さんも本音でね。そうですね。答えていただきたいですね。はい、じゃあ、アンケート結果、で出ますでしょうか。すごい本音ですごく共感できますって来ますよ。来ました。あ、残念ながら、79.5% ができない。すごいなこれ。まるっきりも期待されてないってことですね。これ80%ですね。まあまあまあ、まあ、ができない、できるが 20.5% ということですね。ね、今回スカパーの解説陣の方が、はいはい、結構、レッズを優勝に予想されてる方が多かったんですよ。多いんですか？はい。なるほど。でも、この数字ですからね。まあ、もしかしたら、はい、序盤戦のね、特に公式戦されたら影響してる可能性が。なるほど、なるほど。そこの数字になってるということですね。はい。ということで、本日、あ、じゃ最後に、レッズマガジンの、見どころ、改めてちょっと今後は、どこを読んでほしいってありますか？もちろん、やっぱりいろいろな問題がありつつ、はい、キャプテンの阿部勇樹は、はい、ミシャさんと同じ2012年に、はい、レッツに、まあ、レスターシティから戻ってきた形なんですけど、はいはい、で思いが非常に強いんですよね。はい、その、レッツで優勝したいという、はい、そういう思いが込められた、関東ページになってますので、はい、ぜひ、阿部の思いをしっかり感じていただきつつ、うん、はい、まあ、安倍だけじゃなく、はい、チーム全員いろいろな思いがここに投影されてますので、うんうん、はい、今シーズン戦う上での覚悟だったり、はい、思いをぜひ読み取っていただければと思います。うん、はい、そういうことになってますので、はい、はい、かしこまりました。よろしくお願いします。はい、ぜひ、こちら、今度サイスターで
発売されると。全国書店でも。あ、全国書店でも。同時発売です。同時発売。はい。はい、14日ですね。14日、880円と。はい。ということになっております。800円かな、ここ808円で、あれ ?800 円。800円です。失礼しました。800円です。800円でした。失礼しました。はい。金額800円です。はい。はい。では以上、浦和レッズ特集でした。はい。